すごいぞ、縄文遺跡。縄文時代のタイムカプセル。おうちで縄文。みなさん、こんにちは。僕の名前はカック。これからお友達のカメちゃんと一緒に縄文遺跡のことをお話しします。どうぞよろしく。ところでカメちゃん、北海道と北東北の縄文遺跡群がユネスコの世界遺産を目指していることを知ってる？え、そうなの？ということは世界でも貴重な遺跡なのね。すごい。そうなんだ。だからたくさんの人たちに縄文時代のことを知ってほしいんだ。カメちゃんも協力してね。もちろん、張り切ってるカックはとってもかっこいい。ところでカメちゃん、氷河期って知ってる？うん、聞いたことがある。とても寒い時代のことでしょ？そうなんだ。今から約2万年前までは世界のあちこちに厚い氷河ができていて、海面が下がって日本は中国やロシアと陸続きだったんだよ。それでマンモスや南蛮ゾウが日本にも来ていたんだ。函館の南海部地域にはたくさんの縄文遺跡が見つかっているんだ。世界遺産を目指しているとても貴重な大船遺跡や柿の島遺跡があるんだよ。ところで、南茅部はカックの出身地って本当？うん、そうだよ。そこはチョボナイの遺跡といって、畑を耕していたおばあさんが偶然土偶を発見したんだ。それが北海道で唯一の国宝、中空土偶があるんだよ。それと南海部で採れる真昆布は日本一の昆布として天皇家にも献上されたんだ。すごいでしょ？日本の土器は今から約1万5000年くらいに世界で最も早く作られたんだよ。そして縄文時代が始まり、1万年以上続いたんだ。それまでは食べることができなかった植物などを煮て食べるようになったんだって。それに多くの土器には縄の模様がついてるよね。なるほど、それで縄文土器っていうのね。日本食が美味しいのは縄文時代からの伝統なのかしら。縄文の人々は穴を掘った上に屋根をかけた竹穴住居に住んでいたんだ。住居があると生活道具を置いて狩りや漁に行けるし、疲れて家に帰ってもゆっくり休むことができるよね。そうね。だけど地面に穴を掘って柱を立てたり屋根を作るのはとても大変でしょ？だから村を作ってみんなで助け合いながら生活しているんだよ。カメちゃん、貝塚って知ってる？うん、聞いたことがある。動物の骨や貝殻などを捨てた場所でしょ？実は違うんだ。貝塚はゴミ捨て場じゃなくってお墓なんだよ。だからその中には人間の骨や食料になった動物や魚の骨、そして貝殻なども埋められていたんだ。じゃあ人間と一緒に動物やお魚も供養したのね。縄文の人はきっと優しかったんだわ。縄文の人々はみんなで協力しながら狩りをしたり、川や海で魚や貝を取って食料にしていたんだ。そしてどんぐりやくるみ、栗などの木の実を主食にしていたんだって。日本は海に囲まれ、山もたくさんあったから、いろんな食べ物を得ることができたんだよ。それは動物や魚介など自然の恵みのおかげね。だから縄文の人々は貝塚に動物の骨や貝殻などを納めて祈りを捧げたんだわ。いただきますとかごちそうさまという感謝の気持ちはきっと縄文時代の人々も持っていたのね。柿の島遺跡から見つかったお墓からは小さな子供や赤ちゃんの足型をした粘土板が見つかっているんだ。多分縄文時代は赤ちゃんや子供が亡くなることが多かったから、足型を残して供養したり、子供が元気に育っていくように願いを込めたんだろうね。そうなのね。縄文の人ってとっても優しくて愛情の深い人たちだったのね。縄文の人々はとても硬い翡翠という石に穴を開けて加工したり、漆の樹液を取って加工する高い技術を持っていたんだ。その他にも石器を棒に固定したり、壊れた土器の接着剤としてすでにアスファルトも使用していたんだよ。
日本の技術がとても優れているのは縄文の人々のおかげかもしれないね。私は料理や裁縫の道具はいつもホームセンターか100円ショップで買うわ。だから不器用なのかな。縄文の人々は全てのものに魂が宿っていると考え、神様や精霊に祈り、ご先祖様を大切にしていたんだよ。代表的な祈りの道具として土偶があり、祈りの場所であるストーンサークルは大きな石を丸く並べて村から離れた丘の上に作られたんだって。お祭りやお葬式を行う神聖な場所だと言われているんだよ。きっと今の神社や墓地という感じね。縄文時代にもお盆とかお墓参りがあったのかな。きっとあちこちの村から人が集まって賑やかにお祭りをしたのね。北海道と北東北地方で発見された土器や食べ物はとてもよく似ているんだ。それに石器などにも共通点が多いから海を渡って交流していたことが分かっているんだよ。じゃあ北海道と北東北の縄文の人は親戚みたいなものなのかしら。きっとそうだね。自分たちが作ったものを持って行って物々交換とかもしていたんじゃないかな。わあ、バザーみたいで楽しそう。私も北海道の人たちと交流してみたい。縄文時代にも火山の噴火や地震などの自然災害があったけど、縄文の人々はそういった環境に適応しながら乗り越えてきたんだ。今みたいに電気や乗り物がない時代なのにすごいよね。本当にすごい。きっとみんなで協力して乗り越えたんだわ。私たちも見習わなきゃね。うん、そうだね。縄文の人々は自然と共に生活する知恵や命を大切にして、みんなで助け合う和の心を育んできたんだ。さあ皆さん、縄文時代の魅力を分かってもらえましたか？大昔の人たちが残してくれた縄文遺跡をこれからも大切にしていきましょう。おしまい。